科学と芸術の発展のためのクーパーユニオン。一般的には単にクーパーユニオンはニューヨーク市マンハッタン区イーストビレッジ地区にある私立大学である。クーパーユニオンのキャンパスはマンハッタンのクーパースクエアに位置している。ピーター・クーパーが1830年にフランスの政府支援大学エコールポリテクニックについて知りインスパイアされて 1859年にこの大学を設立した。この学校はアメリカの高等教育の革新的な新しいモデル、すなわち創立者のピーター・クーパーによる教育、最高の技術学校は人種、宗教、性別、貧富、または社会的地位とは関係なく資格のある者たちが受けることができ、すべてに無料で開かれているべきであるという信念に基づいて設立された。 クーパーユニオンは以前は入学が許可された生徒すべてに授業料全額免除の奨学金を付与していた。財政上の事情から2014年の秋セメスターよりこのポリシーは変更された。しかし、以前、生徒は最低でも授業料の半額分の奨学金を受けることができる。このカレッジは3つのスクールから構成されている。この大学は学部及び 修士のアーキテクチャー、ファインアート、そしてエンジニアリングに特化したプログラムを提供している。この大学は、アクレディテーションボード4エンジニアリングテクノロジー、およびアソシエーションオブインディペンデントコリッジズ、オブアートデザインの会員である。クーパーユニオンは、US ニュースワールドレポートによるリージョナルコリッジスカテゴリーにおいて、第2位にランク付けされている。 E.N. ジョン・シェード・バーウシャ博士が E.N. ジョージ・ギャンベル・ジュニアを継いで第12代総長である。クーパー・ユニオンはその奨学金の手厚さや教育レベルの高さから全米でも最も倍率の高い大学の一つであり合格率は10%以下である。アート及びアーキテクチャのスクールの合格率は5%以下である。 2014-2015年度の志願者数は2536名で合格率は15%であった。その合格率の低さから2010年にはニュースウィーク市によって最も望ましい小規模校第1位に最も望ましい大学第7位に選ばれた。1860年2月27日、歴史的なクーパーユニオン演説を行った日にニューヨーク市で EN マシューブレディによって撮影されたエイブラハムリン・カーンの写真。1860年2月27日、クーパーユニオンのファンデーションビルディング地下のグレートホールで、エイブラハムリン・カーンは、奴隷制に関する重要な演説、クーパーユニオン演説を行った。クーパートライアングル・パークから見た41、クーパースクエア客中参考文献。ありがとうございます。